はい、こんにちは。イメチェンチャンネルの内田です。今回はですね、以前出した顔型診断っていう動画があるんですけど、そちらの動画でベース型に診断された方向けの動画になります。まだ診断やってないよって方は概要欄にリンク貼ってありますので、その診断をやってみてから来てもらった方が効果的によりできると思いますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。で、今回ですね、ベース型の顔型の方に向けた動画になるんですけど、ベース型のまず特徴として、その、ね、エラ8が張っているっていうのと、平面的で結構骨骨しく見えるというか、骨張って見えるっていうのが ありますね。どちらかというと男性的に見られがちな、顔型のタイプになります。で、理想の顔型っていうのはやっぱり卵型って言われる形で、4対3の割合でいってることがすごい理想のバランスなんですけど、ベース型の方の顔のタイプはどちらかというと下に重心がいってるようなイメージです。なので、トップと横に少しボリュームを足してあげるだけで、ひし形に綺麗に見えてくれます。なので、ベース型の方にお勧めしたい画像はこちらです。ロングの方はこちらで、ショートの方はこちらでっていう風に見てもらえれば分かると思うんですけど、一番抑えたいポイントっていうのを3箇条、ベース型の方の3箇条っていうのを用意してきましたので、それもちょっとお伝えしたいなと思います。1つ目がトップに高さを出すことで、そうすることによって縦長のラインを作ってあげるっていうのがまず大事です。下に重心がいってるので、縦にねボリュームを出してあげた方がより綺麗な形に見えます。で、2つ目がウェイトポイントっていうのがあるんですけど、顔の重心を決める部分、それをエラの部分よりも上に作ってあげること、これもすごい大事です。女性の方だったら少しここら辺の丸くなるボブにしてあげるようなイメージですね。だから、ここの部分の延長になるように、仕方になるようにボリュームを出してあげることです。で、3つ目が平面的に見えないようにしたいので、バックにねこうボリュームを出してあげて動きを出してあげるっていうのがすごい大事です。そうすることによって立体的に見えるので、平面的に見えがちなタイプなんですけども、顔型で、それをカバーできる。で、それを踏まえた上でこの画像をもう一回見てもらうと、あ、全然、あ、確かにって思うと思うんですよね。3箇条の縦にボリュームを出してあげるってことと、髪型のウェイトポイント、その真ん中になる部分ですかね、それがエラより上に来てると思います。で、3つ目がバックのボリュームですね。逆に、ベース型の人でやっちゃいけないっていうのがありまして、それが直線的なカットラインです。直線的なカットラインっていうのはどういうことかっていうと、例えば切りっぱなしのバスンとしたボブだったりとか、デルサスーンみたいな、こうチャキンチャキンみたいな前髪がこう四角くなってるような、ボックスボブって言われてたんですけど、まあそれはすごい素敵なスタイルなんですけど、ベース型の人にやってしまうと、よりこう平面的に見えてしまって、こうゴワゴワして見えてしまうので、どっちかというと丸いスタイルの方がいいかなと思います。今出てるような画像を参考にしてもらってもいいですし、さっき言った3箇条っていうのをお近くの自分の担当の美容師さんだったりとか、まあ近くでいらしたら僕に任せていただいても大丈夫なんですけど、ぜひ参考にしていただいて、よりいい髪型を送れればいいなと思います。で、このチャンネルではですね、こんな感じで自分の今の髪型のイメージだったりとか疑問っていうのを変えていけるような動画っていうのを出してます。それでイメチェンチャンネルっていうんですけど、今回のこの動画を見ていただいて、イメチェンできたなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。で、また他の動画で会いましょう。バイバイ。